皆さんこんにちは。トランスフォーマーはいつだって最高、ジャパンサイファイの J です。今日解説するのは宇宙からやってきた巨大な金属生命体トランスフォーマー、そしてその中でも最も人気の高いオプティマスプライム、正義の味方のリーダーのはずなのにとにかく口が悪い、顔の皮を剥いでやると言いながらとにかく敵の顔面を破壊しまくる最強金属生命体を徹底解説していきます。実は顔面を破壊する理由には深いわけがあるんですね。さらには映画シリーズ屈指の名シーン第3作でのメガトロン瞬殺シーンの会話の本当の意味も解説していきます。それでは行きましょう。私がいなくては何もできまい、プライム。今に教えてやる。オプティマスプライムはサイバトロン製崩壊後のオートボットたちの司令官である。全長28フィートの巨大金属生命体オプティマスプライムは人型のスラリとした四肢と全身各所に分散された複合装甲が特徴的なオートボットだ。トランスフォーマー特有の金属生命体の基本フレームの外装を巨大トレーラーであるピーダービルド379の外装が全身を包んでいる。オプティマスプライムが変形するピータービルト379巨大トレーラーは青と赤のホットロッド塗装が施されており、人型の形態であってもホットロッド塗装が特徴的である。オートボットを率いる総司令官としてオプティマスは地球では幾度となくディセプティコンと交戦してきた。サイバトロン製崩壊前のオプティマスはサイバトロンが誇る科学研究部のリーダーであった。そしてオプティマスを教えていたのはオプティマスの前のプライムであるセンチネルであった。愛国主義を最優先しサイバトロン以外の種族を見下しているセンチネルに対し、オプティマスは他の種族とも対等であるべきであるという考えを持っていた。またオプティマスの後の敵となるメガトロンはサイバトロンの最高守護者の称号を手にしていた。しかしある時、落ちたプライムであるザ・フォールンによりメガトロンはサイバトロン星において反乱を起こし、その際秩序を守るためオプティマスはオートボットたちのリーダーとして立ち上がったのである。オプティマス率いるオートボットとメガトロン率いるディセプティコンとの戦争は長く続き、サイバトロン星はついに崩壊してしまった。崩壊したサイバトロン星を救う鍵となるオールスパーク、あらゆる金属を生命体へと変化させ星の命ともなるべきオールスパークは遠い惑星地球へと解き放たれた。そしてそのオールスパークを保護するためオプティマスプライムたちオートボットは地球へ舞い降りたのである。オプティマスプライムはトランスフォーマーの中でも比較的大型の部類に入り、その金属フレームは圧倒的なパワーと防御力をオプティマスに与えている。元は科学技術の多さでありながらも長い戦争で彼のリーダーシップと戦闘センスは磨かれており、格闘戦においても高い戦闘能力を誇る。強力なパワーを持ち、一般的なディセプティコンであれば素手で吹き飛ばせるほどの力を持つ。さらには金属フレームも強固で、複数のディセプティコンの砲撃や格闘戦を受けながらも戦闘を継続できるほどの堅牢さを持つ。格闘術や剣術にも長けており、オートボットの司令官という立場でありながら最前線に切り込み、高い格闘能力を持ってディセプティコンを粉砕する戦闘スタイルを持つ。さらにリーダーシップ、戦術能力にも優れ、混乱する最前線においても味方の戦力を瞬時に把握し、敵の戦力を崩す作戦を支持することができる。長年のサイバトロン戦争で最前線で戦い続けてきたオプティマスプライムは、自身の高い戦闘能力だけではなく統率力にも優れている。プライムとしての基本スペックだけではなく、長年の戦闘経験によって裏打ちされた指揮統率能力こそがオプティマスの武器だと言えるだろう。地球に到着したオプティマスは数々の戦闘をディセプティコンと繰り広げてきた。その中でもオプティマスは多数のイオン兵器、エネルコン兵器を用いている。オプティマスの主兵装となるのは射撃兵器であるイオンブラスターである。イオンブラスターはモード変更が可能であり、巨大な弾頭を撃つバラージキャノン、マシンガンモードに切り替えることができる。これらのイオンブラスターは射撃兵装としては一般的ではあるものの、オプティマスが得意とする近接格闘戦を支援するための牽制用武装となっている。イオンブラスターは遠距離での威力は不足するものの、近距離では十分に巨大トランスフォーマーを撃破することが可能だ。対トランスフォーマー戦においての必殺兵器、それは格闘兵装である。オートボット、ディセプティコンともに複合装甲を全身にまとっているため、射撃兵器で仕留めるのは急所を狙った場合を除いて困難を極める。一方で格闘兵器であれば、金属生命体のコアとなる胸部スパーク、あるいは全身の制御を司る頭部を瞬時に破壊することができる。対ディセプティコン戦において常に一対多を強いられてきたオプティマスにとって、敵の頭部を破壊し敵を瞬時に無力化することは戦闘における必須条件なのである。そのためオプティマスは多彩な格闘兵装を全身に装備している。まずは両腕に装備しているデュアルエネルゴンソード、腕部から直接伸縮することにより格闘戦において不意打ちのような使い方が可能である。
これらのエネルゴンソードは超高エネルギーによって形成され、近距離戦闘において破格の威力を持つ。シンプルな格闘兵装としての鋭利さだけではなく、エネルギーをまとっているため、トランスフォーマーの複合装甲を瞬時に切断することが可能である。実際、対ボーンクラッシャー戦では腕部を瞬時に切断、さらには全身を制御する頭部をソードを生かしたアッパーカットによって、下顎から頭部を完全破壊し、ボーンクラッシャーを仕留めている。さらに、腕部格納型の装備は状況に応じて変更することが可能であり、状況によってはエネルゴンソードの代わりにエネルゴンフックに変更可能だ。これらのエネルゴンフックはパーツの剥ぎ取りに特化しており、対グラインダー戦ではフックを頭部に引っ掛けることで頭部の完全破壊に成功している。その他多数のエネルゴン兵装を持つオプティマスではあるが、中でも威力が高いのはエネルゴンアックスである。同様の素材で形成されたエネルゴンアックスは一撃の威力が重く、ブレードのような切断面を持たない代わりにピンポイントでパーツを丸ごと弾き飛ばすほどの威力を持つ。実際、対メガトロン戦では一瞬でメガトロンの頭部を剥ぎ取り、宿敵を数秒で沈めるほどの威力を見せていた。その他、補助的な近接兵装としてナックルスパイクを装備、対ショックウェーブ戦では純粋なパンチで勝利していた。その他、ダガーやジャッジメントソード、腕部装備型エネルゴンソードなど多彩な格闘兵装を持つ。オプティマスの格闘兵装が優れている理由は一重に、敵の頭部を格闘戦によって破壊することこそが最も効率のいい戦闘方法だからである。このようなファイトスタイルであるオプティマスではあるが、もともとは科学技術リーダーであったことだけは忘れてはならない。純粋な戦闘力に優れているオプティマスではあるが、さらには拡張兵装を装備したジェットパワーオプティマスプライム形態も確認できる。ジェットファイアのパーツを融合させ合体させたジェットパワーオプティマスは従来ではなかった機構能力と強大な射撃兵器を手にすることができた。この形態の戦闘力は破格であり、飛行能力を持つトランスフォーマーが少ないオートボット側としては革命的な戦力であった。三次元的な攻撃、さらにはジェットファイアのパーツを流用した巨大ガトリング砲や大口径ジェットキャノン、大出力エネルギーブラストなどを装備する。これらを手にしたオプティマスの戦闘力は格段に跳ね上がり、メガトロンとザ・フォールンの両者を相手にしながらも勝利を収めることができた。ジェットパワー装備は破壊されてしまったものの、その設計思想を受け継いだジェットウィング装備を後に装備、巨大トレーラーのコンテナを武装コンテナ及びウィング装備に変形させる。これらのジェットウィング装備は同様のコンセプトで、シカゴ戦において大量のディセプティコン相手に突撃するなど破格の戦闘力を見せつけた。戦闘時こそ荒々しい戦い方を見せつけるオプティマスではあるが、仙台のプライムと比べフェアな精神を持っている。センチネルのように愛国主義に走らず、フォールンのように力に溺れることもなかった。オプティマスは人間と共に生きていくことを決意し、地球をディセプティコンや他の金属生命体の魔の手から守り続けている。銀河に散らばったあまたものオートボットたちの到着を待ちながら。以上がオプティマスプライムの解説でした。映画トランスフォーマー最高ですよね。金属がジャキジャキジャキシャキンシャキンシャキンと言いながら変形、そして金属パーツを吹き飛ばしながら殴り合うロボットたち、最高です。最後の騎士王やバンブルビーを最後に、しばらく新作が出ていませんが、さらなる新作も現状は企画されているのだとか。またオプティマスの顔面破壊伝説が始まるということですね。そして注目すべきは第3作の名シーン、そうメガトロン瞬殺シーンです。このシーンでオプティマスはセンチネルに追い詰められるものの、センチネルは急に戦場へと突入したメガトロンにより無力化されました。宿敵であったメガトロンがオプティマスを助けに来るという非常に熱いシーンです。そしてメガトロンはこう言います。休戦協定を結ぼう。俺の望みはトップに返り咲くことだけだ。それにお前も俺様がいなくては始まるまい。そしてプライマーを公開します。決着をつける時だ。まさに会話がトランスフォームするレベルのついていけないこのセリフのドッジボール、一体何が起きていたのでしょうか。英語版でのメガトロンのセリフは日本語版と概ね同じです。 What will you be without me?お前は俺がいなければ何もできないというセリフです。つまりメガトロンがいなければオプティマスも存在意義がないだろうという意味合いです。そしてここのメガトロン、英語版では問いかけているんです。俺がいなければお前は何になるんだという意味合いですね。それに対してプライムは Time to find out、 その答えを今教えてやると返したわけです。つまりメガトロンはメガトロンあってのプライム、プライムあってのメガトロンというライバルを意識したセリフでした。それに対してプライムはお前の美学に付き合う必要などない、メガトロンなしの私を見せてやるという意味で、その答えを今教えてやると返したわけです。悪の美学に走ったメガトロンに対して、とにかく敵の顔面を執拗に狙うプライムの差はここで出ているというわけですね。日本語版だと会話のトランスフォームと呼ばれるほど理解が追いつかないシーンですが、英語で紐解くと少しは意味が通るようになったのではないでしょうか。あれ、これ何の動画でしたっけ。ぜひ皆さんもメガトロンにおちょくられた時は Time to find out で返してやりましょう。
このチャンネルでは様々な SF 作品のメカを解説しています。皆さんはトランスフォーマーに登場するメカどれが好きですか？私はオプティマスがもちろん好きですが、アイアンハイドが2番目に好きですね。3作目で瞬殺されたのが悲しかったです。ぜひ皆さんの好きなトランスフォーマーをコメント欄で教えてください。そして他に解説してほしいメカがあったらぜひリクエストください。もしトランスフォーマーの解説がもっと見たいと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。まあ押さなくても私はプライムではないのでエネルゴンフックで顔面を破壊したりはしませんよ。それでは次の SF でお会いしましょう。